ちょっと待って、春から情報が届いたわ。ブレンダの居場所調べてくれたんだって。何これ、嘘でしょ。ここの警戒レベル見たことない高さに設定されてる。彼女一人捕まえるためにどうしてこんな。どうしよう、せっかくここまで来たのに。これじゃあブレンナが捕まるより先に私が確実に捕まっちゃうわ。やっぱりこれしかないわ。聞いて、ブレンナがいるのはここからずいぶん離れた場所よ。情報を見る限りそこに通じるルートはどこも厳重に警備が敷かれてるみたい。でもね、完璧な警備なんてないと思うの。そう、あなたに探してきてほしいの。私でも見つからずに進めるルートを。私が行っても足手まといになるだけだから、ここで待ってるわ。サポートは任せて。それじゃ気をつけてね。気をつけて、その先に警察官がいるわ。アイリスを使えば相手の位置を確認しながら進めるわ。くれぐれも慎重にね。はしごね、水路を点検するためのものかしら。今は使えそうにないわね。アイリス終了。
しごを登った先に一人いるわ。アイリスで確認しながら慎重に移動して。警備シフト、水路制御室の担当になっちまったよ。なんだ、他の場所より楽でいいところじゃないか。そうか、あんな狭い場所で一日モニターを眺めて突っ立ってるだけなんて息が詰まっちまう。水路制御室、なるほど。そこなら水路の水を抜くこともできそうね。うまくいけば水路を通って先に進めるはずよ。水路制御室の場所を送ったわ。早速行ってみましょう。は行き止まりよ。なぜか警備も厳重だし、他の道を探しましょう。Thank you.
うまく入れたわね。制御装置を探してみて。さっきの話だと警備担当の警察官が常駐してるはずだから、見つからないように慎重にね。アイリス終了。アイリス起動。お前、まずいわ。一旦見つかっちゃう。私もサポートするから。何をしている？まずいわ。見つかった。私も。これで水路を通路代わりにできそうよ。今水路の近くまで移動したんだけど、警察官が一人立ってて、このままじゃ水路に降りられそうにないわ。警察官がいるのはちょうどその部屋の出口の前だから、あなたの方で何とかできないかな。お前、そこで何をしている？まずいわ。一旦そこを見つかっちゃ、私も。
りられるわ。それじゃ下で合流しましょう。アイリス終了。あなたが一緒に来てくれて本当に良かったわ。一歩前進ね。さあ奥へ進みましょう。ブレンダとはネウランが結成された時に本部で初めて会って、会った瞬間意気投合したの。性格は真逆なんだけどね。それが良かったのかも。彼女頭もいいししっかり者で、失敗した私のことをいつもフォローしてくれたわ。だから今回は私が助ける番。絶対司令から引き離してやるんだから。さて普段気丈に振る舞ってるけど、今頃きっと一人で不安がってるわ。急ぎましょう。ここも警備が厳重ね。隠れられそうな場所も見当たらない。どうしよう、ブレンダがいる場所へはここを通り抜けるしかなさそうなんだけど。アラート？周辺の空間が不安定になってる。これって、おい、まずいぞ。全員警戒態勢を取るんだ。
ゲートから出たキメラは全部対処できたわね。あなたが一緒に来てくれなかったらどうなってたことか。本当助かったわ。それじゃ行きましょうか。こっちよ。That's my best friend.